マコーリーはニュージーランド生まれで日本で活動した誘導馬。15年にわたり兵庫県競馬組合、そのだけ馬場で誘導馬を務め、晩年は日本最高齢の誘導馬として、またじいちゃんの愛称でも知られた。1985年にニュージーランドにて生を受ける。両親は負傷。1995年 JRA 競馬学校の練習馬として教養。 1998年に京都競馬場で乗馬センターの乗用馬を務める、傍ら誘導馬としてデビュー。2001年にその田競馬場に移る。以後15年間の長期にわたりその田、姫路競馬場で誘導馬の役割を担った。同競馬場では2007年のぬいぐるみを皮切りに、マコーリーのグッズが販売される。2013年に登場したマスコットキャラクター。 その単のモデルとなるなど、その白い馬体や、愛らしい顔つきで、アイドル誘導馬として、人気を集めた。2012年のセッツ坂月本馬場入場では、当地出身でこの年、東京優秀を優勝した岩田康生を安城に迎え、初のナイター重賞開催に花を添えた。晩年は体調を崩しやすくなり、最大時600キロほどあった。 馬体重も450キロほどまで減少するなどの衰えが見られ、2015年10月16日の姫、山木花賞での本馬場,場入場を最後に誘導馬を引退。当日は、マコーリー写真展コーナーとグッズショップが臨時オープンするなどの盛況ぶりで、実況アナウンサーの竹野上嗣夫が出走馬の紹介をしていても、誰も出走馬を見ていない。 ああいう光景を始めてみたと語るほど、重症競争でありながらマコーリー目当ての観客が集まった。引退後は、総案書脇の誘導馬場帽で余生を過ごしており、時折イベントなどで、ファンにお披露目されることもあった。2016年9月25日、いつもはご飯をねだるマコーリーが起き上がらないことに、競馬場の警備員が気づいたが、その後起き上がることなく、 老衰のため15時20分頃に息を引き取った。総案書の管理者である稲葉治は、亡くなった日の朝、よう起きなかったんです。僕ら集まって解放したんですけど、起きることができなかった、多とうと何回も試みるんです。だけど、足が痺れてたんでしょうね。長いこと寝たままでしたから。バナナを食べさせたり、ポカリスウェット、原文ママをボールに入れて飲ませたり。 喉が渇いてたんでしょう。いっぱい飲みました。最後は安らかに、本当に安らかな顔してました。いい死に顔でしたよと、その最後を語った。死後、マコーリーの DVD 写真集を作成するクラウドファンディングが企画され、目標金額を倍近く上回る支援が寄せられた。ありがとうございます。